0の1。9までいったんだからそうだよな。10にしたら、あれか。上の文字が足りなくなるのかな。おー。楽しい。これ、五右衛門にもこういうのあるよな。とにかく、でも歩きにくい。よいしょ。歯車ステージね。これも登れんのかな。いいね、いいね、いいね。なんかこういうのをやってると、本当にアクションゲームやってるっていう感じするよね。上。1アップとかあるかなと思ったけど、そんな都合のいいサービスはなかった。で、上に行って、またお前か。この位置からだったらダメージ食らうことなく倒せるから問題なす。うわ、危ね。体巻き込まれてたわ、今。上。で、火を出される前に倒す場合はどうってことはない。上にいるの誰だ？上にちょっと不審者がいるけど、もう誰だかわかんない。これ崩れそう。やっぱ崩れるよね。危な。今の位置からオブジェクト初期化するのってほぼ無理だろう。横移動が横スクできるんだったらオブジェクト初期化できるけど、横スクロールがそこまでできるわけじゃないから、まあ厳しいものがあるよね。で、一回右にアイキャンフライしてもう一回ただのハート。これむずくね？オッケーオッケー、いけたいけた。なんか BGM いいな。なんかすがすがしい BGM。今の届かんか。残機ゼロだ。いや、勘弁してほしい。うえ本当にギリギリの戦いだよな、マジで。待て、お前か。よし。なんか耐久力上がってるよね、今の敵も。前までは3発ぐらいで死んでなかった。なんか頑丈になってる気がする。で、おいだっ終わった。大丈夫だった完全に積んだと思った。意外と通りかだった。今みたいになって登れなかった場合、積みだよな。登れない。うえこっからだと難しいの。さっきここで死んだんだっけ。なんかこの辺で死んだよな。ほい。待て。どうすればいい？右？はい、そういうことね。これがなかったら届かないもんな。待て、上か。こうやって階段の上に登っちゃったらもうどうしようもできないの。やめてほしいよな。ジャンプもできねえしよ。いろんな動きが完全に封じられるからな。メデューサ。よく返したな、今の。肉欲しいな。そろそろお肉のサービスがあってもいい頃合いだと思うんだけど。メデューサもこれ耐久力上がってないか。メデューサ前へ。一発で死んでなかった。はい。当たったか今の。ゲームオーバー。はい、また A 面の差しからね。この辺は多分他のステージと多分遜色はないはず。同じ仕様だよね。じゃないと困るんだけど、まあゲームオーバーになったらその面の一番最初からやり直しみたいな。ここだったら A の1からやり直しみたいなさ。これで一気になんかエリア9からやり直しみたいになったらマジでシャレにならんからな。もしそうだったとしたら A 面をある程度簡単にスタッフがもしかしたらワンチャン配慮して簡単にしてくれてるかもしれない。で、よし。確実にちゃんと歩みを運んでいって。でもステージ4だっけ。ステージ4のさ、緑色の一瞬で切り替わる床あったじゃん。あれと比べればまだマシなのかもしんない。あの床と同じぐらい消えるっていうか無効になる速度が速かったらさ、割と積みだったよね。でここ結構鬼門だわ。このステージで一番ギリちゃんが求められる場所なんじゃないかなと個人的に思う。2回死んでるからな、同じ場所で。うえ、まあこの辺は楽勝よ。問題はさっきの場所までまずスムーズに行くことだ。うえ、いやなるべくなこの3機維持した状態で行きたいんだけど、まあ言うてまだ序盤ってこともあって多少はむずいて。いやここはまだそんなに難しくないから、ここだぞ。ここだよね。ここだっけ。はい、待て。うい、もう今のうちに少しずつ動きを最適化していくんだ。お、いいね。ここさっきと違ってあれだな、さっきハマってたけど今回はハマんなかった。よっしゃ、オッケー。さっきと同じマップまで戻ってこれたんじゃない。これメデューサがクソうざいんだよな。さっきはうまいこと回避してたけど、ボンプリツな。待って、その位置よくないんだ。やめてくれ。あ、でも階段のおかげで助かった。階段にうまいことはまって、こう結構シビアよね。なんで未開の地だ。あー、なんかゴエモンとかロックマンにありそうなギミック。はい、あーボンプリツなみたいなやついたわ。あ、もう上に逃げた方がいい。階段登ったついでに逃げる。あ、久しぶりなんだこいつ。ちょっと懐かしさすら感じるぜ。この位置から倒せるんだったらこの位置で倒す。これ落下する可能性もあるから気をつけた方がいい。はい、 OKOK。 時間はたっぷりある。この歯車どういう軌道を描くのか謎すぎるんだけど。待て。はい。こっからか。いやまあこっからだったらまだマシだけど。はめられた。今の序盤でこんだけダメージ食らうのはいただけないな。まあメデューサはしゃあない。ダメージ食らうものだと、そういうもんだと認識してやってくる。やっちゃった。で問題の場所まで戻ってきたぜ。武器も伸びたことだし、このリーチをなうまく生かしていきたいとこだよね。よしよし、オッケー。うえ、であの塊さ、今の位置だとどこで避ければ正解だったんだ。これはここだろ。はい。で問題はここ結構シビア。あ、オッケーオッケー、登れた。はい、しゃがむ。メデューサが不穏な動きしすぎてるんだよな。よしよし、この位置でできればこの位置で倒したい。はい、OK。 いやもう言葉を飲みながらやっていくしかないよね。言葉を飲みながらっていうか、まあ、息を飲みながらだけど、まあ、結果的に言葉も飲んじゃってるんだよ。実況としてあるまじき姿かもしれないけど、まあ要はこの臨場感を当たるのかい。くっそ、さっきの場所まで戻ってきたけど怖いね。ここあのブーメランに当たったら死ぬから素通りして。待て、これどこ行ったらいいんだ。やった。大丈夫だった。ただ待て、どうしよう。今でもここの下大丈夫だったよな。はいはい、上登って OK、 来た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 。でうまくデッドスペースから攻撃を与えて、うーん、これ何、上がどうなってるのかよくわかんない。はい、よし OKOK、 ダメージ食らっちゃってるけど死んでなければ OK。 よし、おいいぞいいぞいいぞ。いやーにしても腹減ってきたな。またこれ お昼前に撮ってんだけどさ、空腹だわ。お昼前っていうかもうお昼済んじゃってるわ。12時現時点で15分なんだけど、あー危ね。待て待て、 OKOK。 でこのブーメランであいつの息の根をまず確実に止めたい。じゃないとここの突破が絶望的。まだブーメラン出るか。ブーメランなくなる。ブーメランって言うてあれだよな、キャッチしてるからなくならないよな。んやっつ、あぶねえ。はい、でこれで左、よし登った。こっからだぞ難しいの。 OKOK、 ここアンチでうまいこと巻いて、このメディウサ来てるけど OKOK、 ここのメディウサのダメージはほぼ必須。おし、ここだぞ。あいつをどうするのが正解なんだよ。あれ途中で足場さやっぱ降りてやんなきゃダメだよな、どう考えても。道中のその移動する過程のところにいるから避けて通ること多分できないよね。さあ問題の場所だ。今のちょっと下に落ちるんじゃないかっていう恐怖心があったんだけど、いやまあこっちでもいいのか。はいはいはい、あこれであれなんだ、消すことできるんだ。これ知らない。あこれは死んだ判定にならないんで、おしおし、オッケーオッケーオッケー。右の足場にとりあえず逃げるっていうのが正解だってことは分かった。待て待て待って、オッケー。でこいつを通る、こいつに捕まる。ここでは死なないから。で上に行くとき注意。上はここ、え壁の中ってダメなんだ。こう、よし来た OK。 あーカロンだ。また趣の変わる場所に来たけど、いや敵がまあタフだよな。まあ、肉取ったけどあんまりうまみがない。えボス時計みたいになってないこれ。時計みたいな足はちょっと待って、どう立ち回るんだ。足場がさ狭すぎるんだよ。はい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 。で新しいところに出てきてまた同じように攻撃して、なんかうまいことゴリ押しで通りができないよね。